フランソワーズ・ド・ロレーヌは、フランスのメルクール公爵家の女子相続人、メルクール女公及びパンティーエブル女公、フランス王アンリ4世の所長氏であるバンド・ーム・公、セザールの妻、ドレーヌ公爵家の流れを組むメルクール公、フィリップ・エマニュエルと、パンティーエブル公爵家の女子相続人、マリード・リクサンブールの間の長女として生まれた。父方のオバルイーズは、 フランス王アンリ3世の日である。両親にとって唯一生育した子供であり、フランスで最も裕福な女子相続人の一人だった。ヨグノー戦争末期、ブルターニュ地方の知事だった父フィリップ・エマニュエルは、敵対していたナバラ王がアンリ4世として、フランス王位につくと、スペインの支援を得て、なんとに独立政権を樹立し、ブルターニュ公国を再建しようとした。妻マリーが、 フルターに公尺位請求者だったことも、その野心を後押しした。フィリップ・エマニュエルは1598年3月に、アンリ4世に降伏したが、同年5月に、フランス、スペインの間で結ばれた、ベルバン条約では、6歳のフランソワーズと、アンリ4世が、愛称のガブリエル・デストレとの間に設けた、非着出死で4歳のセザールとの婚約が明記、されていた。 フランソワーズは1602年に父を亡くし、メルクール公爵くらい及びパンティエーブル公爵位を継承した。1609年7月19日にセザールとの結婚式が取り行われ、婚姻契約によりフランソワーズの領地の管理権はセザールに移った。1669年、パリにおいて77歳で亡くなった。ありがとうございます。